浜まで80周年創造し挑戦するナンポストーンがお送りします。 VFM トラフィックアップデート日本道路交通情報センターの川島さんお願いします。はい、滋賀県の県用道路の下りは船橋料金所付近で2キロ渋滞しています。東山道道の下りは滋賀下で1キロの渋滞です。東京湾山道の内回りは川口東を先頭に三郷中央まで断続的に12キロの渋滞、外回りは三郷南で1キロ混んでいます。常磐道の上りは三郷ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路では茨城県の国道354号線の土浦方面の下りがつくば市井の黒で2キロ半の渋滞です。千葉県の国道16号線の八千代方面の外回りは柏市方面で2キロ半渋滞しています。国道51号線は四日市道市吉岡十字路で上りが断続的に3キロ、下りは1キロの渋滞。この渋滞の中、下りの千葉市若葉区若葉町には大型トラックが故障して止まっています。ご注意ください。国道14号線の下りは千葉市警察入り口で2キロの渋滞です。道路交通情報センターでした。川島さん、ありがとうございました。 VFM トラフィックアップデート、次は6時38分からにお伝えします。